1年前に行っていた六本木の大型ビルのプロジェクトなんかでもですね、大手の設計事務所のジョイントしてやってたんですけども、相手の設計事務所は常に新しい一番最新版やってますんで、相手先の会社の方がダウングレードしないまま最新版で保存してしまうと我々は使えなくなってしまうことがありまして、でそれが最新版を使えるサブスクリプションで問題が解決することができました。